1981年カナダグランプリは、1981年 F1 世界選手権の第14戦として、1981年9月27日にサーキットジルビルヌーブで開催された。前線イタリアグランプリで3位に入ったロイテマンがドライバーズランキングトップに立ち、3ポイント差でピケが追うという展開で、カナダグランプリを含む残り2戦。 チャンピオン争いは事実上この二人に絞られている。一方、アラン・ジョーンズが今季限りでの引退を突然表明し、ニキラウダが、ライキ F1 のカムバックを目指しドニントンパークで、マクラーレンをテストしているという噂も広がっていた。予選はピケが、ポール、ロイテマンが2番手と、チャンピオン争いの激しさそのままになった。ターボ勢は振るわず、プロスト4位。 ビルヌーブは11位であった。ドライバーズチャンピオン争いの2人が、フロントローからのスタートとなった決勝は、雨の中のレースとなった。スタートは3番手からジョーンズが出遅れたピケをかわして、トップに立つ。一方、2番手スタートのロイテマンは、雨のレースが苦手なのか、一気に交代して10番手以下になる。1周目にジルビルヌーブとルネアルヌーが接触し、アルヌーは、リタイア。 ビルヌーブのフロントウィングは少し曲がってしまった。ジョーンズ・ピケ・プロストの1から3体系に10番手スタートのジャック・ラフィット、11番手スタートのジル・ビルヌーブが迫ってくる。6周目にジョーンズがスピン気味にスローダウンしている隙にプロストがトップに立ち2番手にラフィットとなる。ピケはレイン用のタイヤが厳しいのかペースが上がらず徐々に交代していく。雨の中、 ミシュランタイヤを履いたチームが上位にが上がり、グッドイヤー勢のウィリアムズ、ブラバムは苦戦している。7周目にはビルヌーブがピケをかわして3位に上がる。先頭のプロストのペースは上がらず、プロスト、ラフィット、ビルヌーブが接近した展開となる。13周目に、ついにラフィットがプロストをかわし先頭に立ち、2番抵抗をどんどん引き離していく。16周目に、 ビルヌーブがプロストをかわして2位に上がり、1978年以来の2度目の地元グランプリ優勝を目指す。20周目では、先頭ラフィット、以下ビルヌーブ、ジョン・ワトソン、プロスト、ディディエ・ピローにピケとなっている。37周目、ワトソンがビルヌーブをかわし2位に上がる。3位に落ちたビルヌーブは、必死に前を追うが、39周目に、 周回遅れのエリオデアンジェリスと接触し、フロントウィングが大きく曲がってしまう。レース後半、若いナイジェル・マンセルがスリックタイヤに変えて勝負に出たがそれは無謀な賭けであった。すぐにスピンをし、リアウィングを曲げてしまったマンセルは、スロー走行でピットに戻ろうとしていたが、悪いことにマンセルを二周遅れにしようとしたプロストと接触し、リタイヤに追いやってしまった。 このプロストのリタイアによってピケが再び5位に上がった。この1ポイントが結果としてドライバーチャンピオンシップを決めるのに大きかった。55周目、ビルヌーブのウィングが完全にめくれ上がり、視界が半分以上見えない状態になってしまった。数周その状態のまま走り、最終的にはノーズフレームごと脱落してしまった。ビルヌーブはこの状態のまま最後まで走り切った。 レースは雨の中2時間ルールが適用され、63周で終了し、ラフィーがシーズン2勝目、通算6勝目を挙げた。これがラフィーにとって最後のグランプリ勝利であった。2位にバトソン、3位にビルヌーブが入った。5位にピケが入り、ポイントトップのロイテマンにわずか1ポイント差で最終戦を迎えることとなった。ありがとうございます。